バイキンのジョーです。はい、ということで今回はついに始まりました第2弾ということで、こちらマックシェイクストロベリーじゃなくてチキンマックナゲット、あ、パッケージ変わってる、じゃなくてハッピーセットトミカ第1弾じゃなくてこちらハッピーセットトミカ第2弾を紹介していきたいと思います。はい、ということで改めまして今回はこちらハッピーセットトミカ第2弾を紹介していきたいと思います。で、第2弾通常ラインナップの方が全4種類、さらにね、第2弾から秘密のおもちゃが登場するということで、コンプリートの難易度はかなり高くなっています。ただね、もうチャンネル登録してご覧になっている方はご存知かと思いますが、第1弾ですね。こちらの方に限ってはフルコンプ状態で動画の方を出せています。なので、そのいい流れに乗ってね、今回も一撃フルコンプを目指したいわけですが、そう。ハッピーセットといえば、袋裏面の右下の部分だね。ここの番号をね、検索すると何が入っているのか分かったりするんですよ。分かるんです。ただ、あえていつも通り確認もしていません。そして通常ラインナップ全4種類プラス秘密のおもちゃ、全5種類ということで、あえて5セットしか買ってきていません。ほんとね、コンプリートできるのか分からない状況です。そこら辺もね、バイキンのジョーコンプリートできるのかっていうところにも注目しながらね、動画の方一緒に楽しんでいきましょう。そんな感じでね、今手元にあるこちらの袋から開封していきたいと思います。番号の方が HXT4567 ということで、さあ何が登場するんでしょうか。一袋目、開封していきましょう。はい、ということで一袋目から登場したのはマクドナルドパーティーバス。いや、いいね、マクドナルド仕様。これはロンドンバスだよね。なかなかね、ハッピーセットミカで見ないような気もするんだけど、楽しそうな、すごい楽しそうな感じです。で、遊び方の方は、これ第1弾の時もそうだし、共通になってくるんだけど、手転がしでね、こんな感じに走行させることができます。で、注目してほしいのがこの部分だね。走行させると、このマクドナルドの看板っていうのかな、ロゴがくるくる回るんです。こんな感じにね、トミカタウンの道路と組み合わせてあげると、なお、より一層楽しめるんじゃないのかな。すごい楽しいよね。はい、そんな感じで一袋目から登場したのは、マクドナルドパーティーバスでした。さあ、どんどん開封していきましょう。続いて2袋目。番号の方が、いいね。HXT7890 ということでね、2袋目も開封していきましょう。はい、っていうことで、二袋目から登場したのは、トヨタクラウンパトロールカー。パトロールカーはね、ハッピーセットトミカおなじみだよね。かっこいい。ラベル、シールの方もね、結構貼りやすい感じでした。パトカーとかね、消防車とか結構大変なイメージがあるんだけど、比較的簡単な部類でした。で、遊び方の方は、これも共通になります。手転がしで走行させることができます。
でもね、手転がしで走行させるだけじゃなくて、今回ね、こちらに付属しています謎の鍵。この鍵を後ろの部分だね、ここに差し込んで鍵をギュッと握ると走るんです。おっと、想像の20倍くらい速かった。めちゃくちゃね、すごい勢いで走り出します。ちょっともう一回。おーすごいね。これ逆にトミカタウンの道路あった方がいいかも。ぐるっとね、一周円を作ると普通に走行するんじゃないのかな。一周ビュンって走っちゃうんじゃないのかな。そのくらいの勢いがあります。まあ、ちょっとね、場合によっては遊び方怪我しないように注意だね。まあ、そんな感じでね、2袋目から登場したのはトヨタクラウンパトロールカーでした。はい、それじゃあね、次は3袋目になります。もうね、数が少なくなってくるとね、ダブルンじゃなかろうかとドキドキしますが、番号が HXT6789 セーフということでね、安心して3袋目も開封していきましょう。はい、っていうことで3袋目から登場したのはトヨタダイナ清掃車。まあ、これもね、ハッピーセットトミカおなじみっちゃおなじみだよね。これはね、正直まだ遊んでないんだけど、プレイバリュー豊富なやつだと思います。はい、で、遊び方の方が、まあ、これ共通ギミックです。はい、手転がしで走行させることができて、まあ、これだけでもね、十分に楽しいんだけど、はい、こちらのバケットの扉が開きます。まあ、スライドさせるような形だね。なんか積んで遊べそうなんだけど、で、開くだけじゃなくて、さらにこのバケット傾けることができます。なんかね、バケットの扉が開くっていうのは、まあ、よくあるかなって感じなんだけど、傾けるところまでできたハッピーセットトミカってあったかな。なんとなくね、初めてなような気もしてます。中の方もね、結構リアルな感じなんだよね。これすごく楽しいです。まあ、そんな感じでね、3袋目から登場したのはトヨタダイナ清掃車でした。さあ、そろそろダブってもおかしくない頃合いになってきました。4袋目、緊張するね。一撃フルコンプしたいけど、番号の方が4567。あれ、4567って出てたかな。あれ、ゲットしたかな。4564、マジかやってしまったダブっちゃった。うわー、長い戦いが始まりそうです。っていうことでね、ダブってしまいました。4567、中身の方は、マクドナルドパーティーバス。いや、パーティーバスは悪くないんですよ。不思議なもんでね、ダブってもいいんだよね、気持ち的には。ただ、動画ってなってくると話がね、変わってくるよね。一撃でフルコンプしてかっこいいとこ見せたいし、で、こんな感じだよってレビューもしたいし。まあでもまだ始まったばかりだからね、期間の方もまだあるから、頑張るしかないよね。はい、そんな感じでね、気持ちを入れ直して、ラスト一袋見ていきましょう。せめてね、通常ラインナップはフルコンプしたいところなんですが、さあ、番号、この音は、来た。HXT5678 っていうことでね、ダブりませんでした。通常ラインナップはいけた。はい、ラスト一袋も開封していきましょう。
はい、っていうことでラスト無事に、ね、登場してくれました UD トラックスクオンミキサー車。こういうタイプのミキサー車ってジョーの記憶が確かなら多分ね2016年以来じゃないかな。うん、ミキサーのところがクリアになってるタイプね。これすごい久しぶりな気がしてます。そしてね、シールの難易度で言うと第2弾の中で一番難しかったと思う。結構ね、線の細いシールが多くて、うん、これはね、ピンセット使いながらじゃないと綺麗に貼れないかも。特にね、ポテトを食べた手で貼ることはおすすめしません。うん、そんな感じでね、遊び方の方は、これもまた共通になりますが、ご覧のように手転がしで走らせることができます。で、走らせることができるんだけど、注目してみてください。走らせるとミキサーが回ります。で、カラカラって音がする感じだね。まあ、走らせるだけじゃなくてね、音が出るっていうこの動きは、まあ、特に小さいお子さんにとってはすごく楽しいと思うので、これもまたおすすめです。まあそんな感じでね、ラスト5袋目から登場してくれたのは、UD トラックスクオンミキサー車でした。はい、ということでね、なんとか、通常ラインナップ全種類紹介することができました。イエイ。ただね、秘密のおもちゃですよ。まあこうなることは予想できてたけど悔しい。うん、長い戦いが始まります。やっぱね、こう全部揃えた動画っていうのももちろん公開したいし、気持ち的にね、公開したいし、ジョーも欲しいしね、うん、頑張っていきたいと思います。ね、ハッピーセットプラレールの時に、秘密のおもちゃゲットできるまで、お昼ご飯ハッピーセットしか食べれませんみたいな企画をやったんだけど、今回もそんな感じになるかな。早くゲットできればいいけど、うん。まあ、ひとまずね、頑張っていきたいと思います。この動画を見ているね、皆さんも、まだコンプリートできてないよ、秘密のおもちゃだけまだだよっていう方ももちろんいると思います。ジョーと一緒に頑張っていきましょう。頑張りましょう、お父さんお母さん。はい、そんな感じで今回の動画を締めさせていただきたいと思います。ただね、ハッピーセットトミカ第2弾始まったばかりです。5月9日までやってます。うん。で、この動画を公開してる日だから、今日だね、今日明日週末プレゼントでね、週末限定のプレゼントで、トミカプレイングシートと、裏面の方がね、トヨタガズーレーシングのポスター。これもね、もらうことができるので、うん、今日は使った方がね、結構いいかもしれないね。うん。まあそんな感じでね、コンプリート目指して一緒に頑張っていきましょう。で、バイキンのジョーのチャンネルではね、ハッピーセットに限らず、まあ、基本的にはね、プラレール、シンカリオン中心に、まあ、小さなお友達から大きなお友達まで、家族で楽しめる動画をたくさん公開しているので、よかったらチャンネル登録をして他の動画もチェックしてみてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。バイバイキーン。